ついに我は力を、自由を得た。なんじゃ？巨大な甲冑。いや、あれは。アリス家の男よ、礼を言うぞ。この声、そして真ん中にひっついておるのは？サヤ。いいな、我が名は99。つくも計画、最後の試験体。つくも計画じゃと？神を降ろすっちゅう王魔の切り札。ここに来てそんな奴が。答えろ、お前は。閉ざされた次元の狭間を抜け出すために、我は半身を失わねばならなかった。次元を断つ剣を得ることができなかったがゆえに。ソウルエッジのことらしいの。半身、上半分しかないのはそのためか。お前の体のことなどどうでもいい。俺の質問に答えろ。その腹に抱えている女は、サヤは何だ。この者もまた我が抜け出すために必要な鍵の一つだった。鍵だと。かつてアリス家の者を傷つけ、そして同じアリス家の血を引く者の手にかかった生贄よ。アリス家の者に？まさかレイジ。サヤは、あの時わざと俺に撃たれたとでも言うのか。さよう。それがこの者の最後の本当の役目。こやつの体に埋まっているてっぺん、そこから生じるアリス家の者の気が、我を起動させる最後の鍵だったのだ。長かったぞ、ここまで。なんちゅうこっちゃ。あやつはそのために。サヤ。アリス家の男よ、礼を言うぞ。我はこうして写し世に立った。これより世界は融合し、新世界が生まれる。世界を融合させる？この現象は主が。さよう、貴様のおかげだ、アリス・レイジ。いや、坊やと呼ぼうか。
あれじゃと。やつを再び次元の狭間に叩き返す。まさかアリス流鬼門封じ。これが最後だ。決着をつけるぞ。ダメじゃ。それだけは使ってはならん。他に方法があるのか。もう時間がない。お前にだって分かっているはずだ。でもこの術が通用するかどうかも保証はない。だが可能性は一番高いはずだ。もしダメだったらお前は逃げろ。この場を離れて次の手を考えるんだ。ダメじゃ、わしがやる。同じことを言わせるな。あの時と同じことを俺が親父の代わりにやるだけだ。お前は親鸞にこれからも必要になる。命を無駄にするな。ダメったらダメじゃ。無視は何も分かっておらん。10年前無視はあのメギツネの一撃で人事不正になっておった。だから知らんのじゃ。あの時正吾の命を、父親の命を奪ったの。知っている。お前だ、正吾。リーチ。親父はあの結末を予想していた。だからあの日の朝、親父は俺に言った。シャム、お前の術によって命を落とすことになるだろうとな。レイジ、それを知っていてこの10年を。ならばなおさらじゃ。今度はわしがやらねばならん。主がその術を使うならわしが。ふざけるな。レイジ、後に残されたものはどうする。俺はどんなに生きても100年も生きられ。だがシャオム、お前は違う。ずっとこの世界を支えていける。この世界を守る連中を支えていける。親父や俺にそうしたようにだ。やっぱり主は何も分かっておらん。やっぱり主はわしのことを何も分かっておらん。そう、わしは主らと同じ時を歩むことはできんのじゃ。それなのに、なぜわしを守って先に行ってしまう。正吾もそうじゃった。そして息子の主もそうしようというのか。お願いじゃ、レイジ。わしも連れて行って。今度こそ連れて行っておくれよ。お願い。今まで、すまん、シャム。そして、さよならだ。またいつかな。
火よ、土よ、金よ、そして水よ、世を司る全ての事象よ、我に味方せよ。この力、どこかで、いや、かつて感じたことがある。この鞘が感じたことがある力、もしや。アリスの名において、我が血と肉を天と地に分け与え、アリス流鬼門封じの儀を今ここに。その術、お待ちになってください。何？これは。ゲゼルシェフトン、バカな、元の世界に戻ったはずだ。ゲゼルシャフト号、ただいま到着ですわ。到着です。間に合ったみたいだ。レイジさん、シャモンさん、大丈夫ですか？むしろ、どうして？イスター様のお導きです。ワルキューレ、あの方はこのような事態を予測しておられたのです。敵に警戒されぬよう一度は離れましたが。でも本当にすぐに戻らなくてよかった。無茶するバカを止められたしな。話は聞かせてもらいました。そうね、待ってもらわないと。水臭いよ、アリスさん。私たちだって自分の世界くらい自分で守りますわ。ああ、逃げ出すわけにはいかない。そうね、もう事件の範疇は超えてるけど。そんなもの前からだ。ダメだ、俺が鬼門封じを使えば済む話だ。へっ、随分自信があるみてえだな。どうかしら、占いの結果。やはり主にそれをさせるわけには。揉め事専門の俺たちを差し置くなよなあ。誰が揉め事専門よ、ドングア。緊張感がない話ね。泣かせちゃダメじゃん、レジ。こんな時まで色男あるな。ふん、神羅に仮など作らせるわ。
これだけいるんだ。どうにかなる。そうです。それに変身。はっ、変身。決断は我々が戦ってからでも遅くありませんよ、アリス君。全くその通りだ。これだけ物好きが集まったんだからな。やってみる価値はございます。とっとと済ませて帰るぞ。簡単に済む状況とも思えませんけど。難易度なんか関係ないわ、済ますだけよ。話はまとまったようね。ああ、それにしてもえらいことになってやがるな。うん、これはどういうことだ。あっちの鳥居なんてさ。間違いあるまい、苦行の道そのものだ。さまざまな世界が混ざり合っているのか。そのようね。ほら、この床を見て。な、このカラフルなのはよ。これって天空寺院の文字盤だよ。ほら、あそこなんて。あの柱、見覚えがある。ピラミッドがあった砂漠。魔界村の一部もあるようだな。ふん、大掛かりな割にはつまらんな。そう？ちょっと面白いかなって思うけど。いやあね、私たちの城とか大丈夫かしら。しかし、にわかには信じられぬ。何がどうなってるんだ。これは次元転移か。フーバー、どうだい。次元の歪曲がひどすぎまし。最大の空間歪曲を確認。危険です。危険？どういうことなの？いつ空間が断裂するか分かりません。時間があるとは思え。行くぞ。結局全員揃ったようじゃな。レジ、これで術は使えんな。嬉しそうな顔するな。うまくいくか保証はないままだ。たとえわしが死んでもうまくいかせる。主のためにじゃ、レジ。勝手にしろ。